ダンさんダンさんあーダン君ねとかあーダンさんねとかってもうみんなじゃあ間違いないとか。あ、もう僕はもうブラインのよう。いや共感する部分ちょっと似てますね。じゃあゲストはですね、私のストリングコンサートのストリングリーダーを務めていただいております中西ダンさんです。お願いします。あの今回初共演ということで、僕も初めてストリングスとバンドをこうミックスさせてのコンサートということで、もう全然わからないことが多すぎて、でいろんな人に協力してもらいながら、まあ、今回を迎えるという感じになるんですが、まあ、その中でも、まあ、ストリングスのメンバーを、まあ、メンバーの選出から、それからこう全部まとめ役としてまとめていただいているのがダンスということで、よろしくお願いします。お願いします。あの 初共演でもう僕の周りの人たちはみんな、あの誰誰って来たらダンさんダンさんって、ああダン君ねとか、ああダンさんねとかってもうみんなじゃあ間違いないとか、もう本当いい人よとかですね、いろんな人が知ってたし、いろんな人が口を揃えてプレイ人からもそういうんだから間違いないよって言っていただきました。いや本当嬉しいですし、はい、あの今回の話いただいて、はい、僕が好きなプレイヤー、あの、はい、集めていいよって言われたの初めてだったので、あそうなんですね、僕がもう理想とするストリングスの音を、まあ、なんかもう頭の中でできてたので、はいはいはい、メンバーにこうやって立ったら、さすが。いやなので本当に 僕も全員初めましてみたいな感じなんですね。でどんな感じになるのかなと思って最初リハーサルした時に感激して、あもう本当すごい、これはもう絶対いろんな人に聞いていただきたいなという、そんな、リハーサルだったなと思います。バイオリンって例えばクラシックとか、はい、こういう歌のバックでやったことないみたいな人とかもいらっしゃる中です。ダンさんは普段どんな感じでこう活動されてるのかなってちょっとお聞きしてみたいです。あ、そうですか。僕はクラシックの、まあ、オーケストラにも所属してるんですけど、はい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 、オリジナル曲を作るのが好きで、あ、じゃあダンさん自体が作曲もしてる、はい、作曲して、そうなんですね。はい、CD も10枚ぐらい出してるんですけど、あ、そうなんですね。それ珍しくないですか？あんまり、そうですね、まあ、あんまり周りを見るっていうよりも自分がやりたいことをやってるって感じなんですけど、はいはい、まあ、だから今回木畑さんの曲とか、あの勉強してる中で、まあ、こういう法人公いいなとか、はいはい、すごく勉強になりました。本当ですか？ありがとうございます。個人的にはめちゃくちゃ楽しかったです。いや嬉しいです。なんかすぐ連絡をいただいて、なんかもうずっと聞いてたら頭から離れますよみたいなね、すごい嬉しいやり取りもさせていただいて、ソフィアが寝ても覚めても寝ても覚めてももともとあれですか、ずっと福岡ですか？僕は長崎なんです。長崎、はい、長崎にいらっしゃって、はい、大学で福岡来て、大学で福岡に来て、そのまま、まあ、福岡の、その仕事もありましたし、はい、地元の長崎って、まあ、小さい頃からつながりがあるので、はい、長崎の方が、まあ、割合的には多いですけど、はいはい、バイオリンの方ってこうイメージなんかこう音大ってドイツのなんたら音楽院みたいなのってとかいう、なんかこうなんていうんですか、いろんなこうね道がある中でダンスの場合どういう感じで大学に行った後にもうすぐなんかバイオリニストみたいな感じなんですか？僕は教育大学の音楽コースだったので、はいはいはい、大学ではなかったんです。ほうほうほう、まあ、音楽を学ぶとこではあったんですけど、だからストリングスメンバーの方があの音大生か音大生業績を取って、だからもう僕はもうドライブのような、いや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 すごい。だからそれこそ音大ねって言ったら結構まあその音大の名前で仕事があったりっていうのを、まあ、今はないって言っても多分若干もそういうのもあると思うんですけど、僕はでもさっきとバイトもさっきと言ってたかもしれないですけど、バイトしない、あの黒猫山しない、はい、音楽だけで、はい、で僕の会社の個人的に曲を作ってアルバム出してっていうのが好きなので、はいはい、本当にそれ自分が好きなことでやっていきたいっていうのがすごくあるので、すごい、まあ、すごいなんか共感する部分がちょっと似てますね。じゃあ僕ももうなんか東京に行ってとか一回も思ったことないんですよ、うん、だしもういろんな人がいやいや行きたかったねって北九州に住んでるとそのビッグになれるはずはないだろうとか、東京行かなんていっぱい言われるし、なんかこういろんなことをこう厳しいことをたくさん言われるんですけど、絶対内容だけは
いいものにしようって言って毎回毎回こう凝って凝っていったら、次はストリングスがやりたいなと思ってた中で今回実現したっていう感じなんですよ。じゃあもう本当大学卒業してからもずっとバイオリンずっと弾き続けて、そうですね、やってました。でアルバムも出して、アルバム出して、ライブ活動したり、サポートでこうねバックで演奏したりっていう感じです。はい、じゃあもう本当いろんなオールラウンダーというか、でそういうクラシック系もやります。そうですね、一応なんかいろんな曲を弾けた方がなんかいろんなことに対応できるので、うん、最初僕バンドで歌った時にコード譜だけ渡されて何も弾けなかったいやコード譜ないやんみたいな。それからもコードをやっぱ勉強して、はいはい、でその中でこうボーカルにかからないこう、うん、フレーズとかっていうのをすごいなんかやるようになってきて、でだんだんそうやってこうバンドの中に入って弾くのが好きです。ああそうですね。バンドからすると個人的な偏見なのかもしれない、バンドメンバーめちゃくちゃ気持ちが熱くて、うん、本当にこれがやりたいっていう人が多くて、オーケストラのメンバーで結構仕事で弾いてますっていうですけどあの、はい、がっていう人がいなくもないんですよ、うん、なんかやっぱりなんかだんだん気持ちが年を取るにつれちょっとこうバイタリティなくなってくる。はいはいはい。でもなんかもうそれ一本で行く人たちとか気持ちが熱い人たちってめちゃくちゃもう普段からエネルギーが溢れてるんで、そういう人たち見るとすごく刺激を受けるって感じですね。熱いですね。なんか昨日とか本当もう秋畑さんの気持ちになったらなんか悔しすぎて言葉も出ないし、自分が主催者だったらいやもうなんかもうなんでみたいな、もう受け入れられないっていうのは本当にそうだった。いや本当だから最初もパッて来てうわーと思ってですね、もう絶対できる、絶対スタイフもそれるとなんか確信してて絶対できるんだと思って出たから、うん、もうなんか崩れ落ちそうな感じだったんですけど、みんな連絡しないといけないからですね、もうあの使わなくなりました、すいませんって言った時もめちゃくちゃみんながその励ましの言葉とかかけてくれて、もうなんか電話口でなんか号泣したりして、思ってもう一回あの絶対あの気を取り直してやろうと、でまあプラスに考えることが何かできないかなと思ったら、やはりこうあったんですよね、いろいろこう延期になったからこそもうちょっとパワーアップできる要素があるんで、なんかもうなんかもう思い浮かんだんで絶対やってやるっていうのでやろうとした中で、みんながもう一回本番の日集まりませんかって言ってくれたのまた嬉しくてですね、でまあちょっとその中でも一番熱いダンスさんに混ざって話を聞いてみたいなと。いやでもなんかこうすごい似たものを感じるし、飲みながら2時間でも3時間でできそうですね。とにかく楽しみがもう先にまだあるっていうことで、はい、温めておけるなって思ったんですよね。ぜひぜひ、なんかこう気が合う人は音も合う気がしているので、絶対こう僕もこう間違いないっていうメンバーばっかり、もう演者だけじゃなくて裏方の人も全部自分が主催で、この会社も入れずに自分がこの人やりたいっていう人を全員お声かけしてやってる今回のコンサートなので、すごくいいものができると思うし、まあ、今後もねあのいいお付き合いができるんじゃないかなと思いますので、ダンスさんぜひともお願いします。よろしくお願いします。ダンスさん的にこの歌結構好きかもって言った歌あります？いやもういっぱいありますけど、まあ、ソフィアがとりあえずこう脳内の中で再生してるのとあとはアマニとか、はいはい、スカイプラワー、はいはい、光の絆、光の絆、ね、あと流れ星とか、流れ星とか、いやもう全部本当に本当にどう調理したいしようかっていうのがすごく楽しいです。ありがとうございます。じゃあその好きな曲たくさんいただいた中で、アマミという曲を、ダンスさんがリーダーで率いるストリングスメンバーと演奏をお届けしたいと思います。それではダンスさん、ありがとうございます。またこのこともよろしくお願いします。お願いします。ダンスさんにこうライブを見たいという方は SNS とかにつながったり、あ、そうですね、はい、今メインでインスタとかマスター、Facebook、インスタ、Facebook などで皆さん、はい、ダンスさんのライブ情報とかちょっと CD 買いたいわよという方はぜひチェックしていただいて聞いてみていただければと思います。ではありがとうございます。波の
ささやきで僕らは思い出す。この音に育てられ空を見上げてた。押し寄せて消えてゆくわがままな波たちを受け止める。この砂浜に憧れを抱いて裸足になって歩いてみた。痛みや冷たさ感じながら消えそうな思いすくい上げた。なぜだろう温かいんだ波よ聞こえるか。この声が波を教えてくれ。この涙の行き先を。この涙の行き先を。